みんなありがとう。また会おうね。若者に絶大な人気を誇るアイドルユニット、ツインズ。俺はメンバーのヒカル。そして隣にいるのは、同じくメンバーのルイ。お疲れ。お疲れ様。ちょっとルイ。誰かに見られたらどうするの？だって、ヒカルチャージしないと俺疲れすぎてもう立てない。もう、大きな子供みたい。やっほー。ヒカル、お疲れ様。コウキ先輩？ちょっと先輩、ノックぐらいしてくださいよ。なんで？別にいいじゃん。なんか、やましいことでもあるわけ？別にやましいことなんてありませんよ。そうだよね。今若い女子に人気のツインズだもんね。スキャンダルはご法度だよね。それはそうと、ヒカルは相変わらず可愛いね。ちょっと、コウキ先輩。おい、何やってんだよ。離れろ。もう、なんだよ。ちょっとしたスキンシップじゃん。スキンシップって。ルイ、ちょっといい？はい。先輩、うちのヒカルに変なことしないでくださいよ。変なことなんてするわけないでしょ。ほら、早く行ってらっしゃい。ルイ。二人っきりだね、ヒカルちゃん。そうですね。ヒカルはさ、好きな人とか、いるの？好きな人ですか？その様子じゃ、特にいなさそうだね。じゃあさ、俺なんてどう？どういう意味？ちょっと先輩、やめてください。なんで？いいじゃん。どこ触って。すごい敏感だね。もしかしてもう、開発済みかな？やめてください。ねえ、知ってる？俺たち、ファンの子たちの間では、カップル認定されてるんだよ。なんですかそれ。SNS、見てないの？まあいいや。ファンの子たちの妄想を、現実にするのも、面白いよね。何言って。おい、何やってんだ？ルイ。なんだ。もう帰ってきちゃったの？つまんないの。先輩、何やってるんですか？ルイってば、そんな怖い顔しないでよ。ちょっとヒカルと遊んでただけだってば。出てってもらえますか？俺たち準備があるんで。はいはい。じゃあね、ヒカルちゃん。ごめん、ルイ。お前はそうやって好きだらけだから。ごめんね。他には何もされなかった？ええ、ちょっと触られただけ。キスもされてない。よかった。気をつけて。あの人、ヒカルに気があるみたいだから。ええ、わかった。俺はコウキ先輩が言っていた。SNS の件が頭から離れなかった。一体ファンの間で何を言われているのだろうか。俺は気になってエゴサーチしてみた。すると、俺とコウキ先輩が付き合ってることになってる。なんで？しかも俺が受け、なんでこんな、全然知らなかった。こんなのルイに見られたら、きっと怒る。どうしよう。ヒカル。ルイ。久しぶりに夜ゆっくりできるね。ルイ。どうしよう。SNS の件が気になって集中できない。なんか集中してないね。どうしたの？別に。なんでもない。これ、コウキ先輩の画像？違う。これは、その、たまたま。たまたま？まさかヒカル、コウキ先輩のこと気になってる？違う。そんなわけないでしょ。ちょっと顔洗ってくる。ヒカル？どうしよう。なんか変な態度取っちゃった。ルイ怪しんでるかな。今若者に大人気のお三方、
とても仲が良さそうに見えますが、プライベートでも仲良しなんですか？はい、俺たちとっても仲良しなんですよ。キスしちゃうくらい。コウキ先輩。おい。おやおや、これはとても仲良しみたいですね。今日はお客さんもいるから、まさにリップサービスってやつです。コウキくん面白いね。それでは今日はこの辺でお時間のようです。また来週。先輩、冗談でも光にあんなことするのやめてください。レイ、俺は大丈夫だから。大丈夫じゃないだろ。そんな怒るなよ。お客さんにも受けてたし、結果オーライじゃん。なに、ルイってばそんなに怒った顔しちゃって。ヒカルは俺のなんで、手出すのやめてください。ルイ、まさかお前ら付き合ってんの？そうですよ。だから諦めてください。ルイ、いいの？コウキ先輩にバラしちゃって。この人には言っておかないと、何されるかわかんない。なんだ、残念。俺本気でヒカルくんのこといいなと思ってたのにな。やっぱり。でもダメですからね。ちっ、でも俺、人の恋路を邪魔するような野暮な男じゃないからさ。安心してよ、もうヒカルくんには近づかない。コウキ先輩、ありがとうございます。じゃあとっとと出て行ってもらえますか？ああ、はいはい。早く二人きりにしろってことね。出て行きますよーだ。じゃあねー。ごめんね、ルイ。なんでヒカルが謝るの？なんか俺に言えないことでもあるの？やっぱり知ってたの？俺、ファンの間でコウキ先輩と付き合ってることになってるけど、俺の彼氏はルイだけだから。え？え？なんだ、そんなことになってたのか。え、ルイ知ってたんじゃないの？いや、知らなかったよ。俺はてっきりヒカルがコウキ先輩のことが気になっちゃってるのかなと思ってたんだ。え、そんなわけないじゃん。俺が好きなのはルイだけだし。安心した。でも俺にやきもち焼かせた罰は受けてもらわないとね。罰って？絶対声出しちゃダメ。それが罰？しー。そこ、ダメ。声出ちゃってるね。罰にならないじゃん。だって、気持ち、久しぶりだからね。ちょっと止まらないかも。ダメ。お邪魔しまーす。ちょっと先輩。せめてノックくらいしてくださいよ。収録再開だって。イチャイチャしてないで。行くよ。ったく。続きは後で。覚悟しておいてね。俺はいつもルイにドキドキさせられっぱなしだけど、今回は、ルイが焼きもち焼いた姿を見ることができて、ラッキーだったかも。その点は、コウキ先輩に感謝かな。